サソリーケンタウルス・ザ・アソシエーションの構成を含む領域の製図。左上から上部サソリザ、上部ケンタウルス・オオカミザ、下部ケンタウルス・南十字座の3つのサブグループが黄色い輪で示されている。サソリケンタウルス・ザ・アソシエーションは太陽に最も近い OB アソシエーションである。このアソシエーションは上部サソリザ、上部ケンタウルス・オオカミザ、 カブ・下部ケンタウルス・ミナミ・ジューの三つのサブグループに分けられ、太陽からの平均距離は三百八十四百七十光年にわたる。リーツ・トラのグループによる修正、ヒッパルコス衛星データを用いた解析では、アソシエーションを構成する基地のメンバーは四百三十六にも上る。彼らは、この解析によって、より連続的な構成分布を見出したため、サブグループを置く必要性に対しては、 会議的である。SCO 圏のサブグループたちの年代は1100万年からお,およそ1500万年の幅にある。アンタレスや南十字星のほとんどの構成など、サソリ座、オオカミ座、ケンタウルス座、南十字座をなす多くの明るい構成がこのアソシエーションに属している。これまで数百の構成メンバーが識別されており、その質量範囲は15対応質量から。 水素燃焼限界にまでわたる。それぞれのサブグループはおそらく1000、2000のオーダーの構成からなると考えられている。SCO 圏 OB アソシエーションは最近ないし現在進行中の星形成大規模複合体のうち最も顕著な部分であると考えられている。この複合体には SCO 圏の近傍にあるいくつかの星形成分子雲や SCO 圏を取り巻くように位置する星団が含まれている。このような星形成分シグモの例としては120-200%の距離にあるが挙げられる。また、蒸気の星団の例としては、が挙げられる。SCO 圏に属する構成は0.02-0.04秒角、年程度の大きさに集中した固有運動を示す。 このことは、これらの星たちがほぼ平行の速度ベクトルを持ち、太陽に対して秒速 20km で動いていることを示している。サブグループ内の速度分散は1秒速 2km のオーダーしかなく、星たちは重力的に束縛されていない可能性が高い。過去1500万年にわたって、いくつかの超新星が SCO 圏で爆発したと考えられ、ループ、 アイバブルをはじめとする拡散中のスーパーバブルのネットワークがグループを取り巻くように残されている。深海製鉄マンガンクラストや太平洋の海底堆積物中の生物起源時鉄鋼結晶に認められる単寿命放射性各種の 60FE は太陽系金棒の超新星に由来し、それはおそらく300万年前の SC 王権のメンバーによるもので先進予から、 高新予協会の海洋生物絶滅をもたらしたという仮説が提唱されている。しかしながら他の研究ではこの超新星は100%以ンで起きたとし u v b カタストロフというメカニズムを通じて絶滅に寄与した可能性は低いとしている。2019年に報告された南極で発見された生還物質由来の鉄は極小高生肝雲と関連している。 この鉄は SCO 兼アソシエーションの金傍で形成された可能性がある。ありがとうございます。